北尾正美による落ち武者となった、平智森を描いた浮世絵兵庫県辰野市、新宮町牧にある小山城落ち武者の墓落ち武者とは、戦乱において、敗者として生き延び、逃亡する武士である。落ち江戸とも。戦国時代における落ち武者は、法の外のものとみて成敗刑を行使する、落ち武者襲撃観光で、殺したり所持品を略奪する農民による落ち武者狩りの対象とされた。 戦場からの離脱中以外にも、主家が敗亡し勢力が衰微して、亡命状態になった武家の一党やその進化も、落ちうどと呼ぶ。こうした落ちうどの有名なものに、平家の落ちうどがあり、落ち延びた先の山間部などに集落を作った例もある。巨実は不明ながら、近世の鉄山労働者など山間部で生活する、集団の中の有力者は、豊臣の維新や、天子の落ちうどなど、 落ちうどの末裔を称する場合が多かった。室町時代では、没落したり後ろだけがなくなった公家や、武家も落ち武者とみなされ、拠点を構えていた地域の町人に襲われる場合や、失脚した武家の屋敷が略奪に遭う場合もあった。他に、流刑で流刑先に移動している罪人も落ち武者と、みなされ当然のように落ち武者狩りの対象となった。落ち武者は、薄の穂にも、 壊ずという慣用句は、怖いと思うと何にでも恐怖を感じるという意味である。岐阜県や長野県では落ち武者のことを大公と呼ぶ地域もある。これは、大、優がなまったものだという説が最も有力視されている。また、関西の一部地域では、落ちプハーと呼ばれていたが、現在ではほとんどそう呼ぶことはなくなった。現代においては、政治などで選挙を戦と例え、 それに負けた立候補者を落ち武者と呼び、その候補者が選挙期間中に選挙違反などを働いていたりして、後日検挙される場合を落ち武者狩りと呼ぶ場合がある。また、頭頂部のみはげていて、両サイドの髪を伸ばしている人のことを落ち武者と呼ぶこともある。ありがとうございます。